喜びの交流会、衣服岡支部訪問キ今日の西日本はどこも雨。天気予報を見ていたのに、またしても折りたたみ、傘をバッグに入れ忘れてしまった。名古屋発、朝一番の福岡空港行きの飛行機に乗る。上空に達して、飛行機の窓から見える景色は、厚い雨雲の絨毯だけだった。福岡空港に着いてみると、ひょっこりと。 お日様が顔を出している。助かったと、ほっとする。博多駅から JR 笹栗線、快速電車で30分、飯塚駅を降りた。歩いて5分ほどのところに、ここ福岡支部がある。1階はヘルシーショップマン用と名付けられた、ヘルシーメニューの軽食と喫茶、健康食品が並ぶ雰囲気のいいお店。入り口には、 この店のテーマは「健康です」と書かれた札が掲げてある忙しいスケジュールの中急遽決めた訪問だけに挨拶もそこそこすぐに出してくれたコーヒーも半分残して2階へどうぞと案内する支部長さんについてゆく狭く急な階段を上ると入り口が待合でローラーベッドが1台置いてありその奥が温熱室になっている 温熱法をすでに終えたアトピーの女性23歳がソファーにいる気分はどうですかと聞くとええとだけ答えるさぞかし変に思えたことでしょう全然見ず知らずの男性に自分の体の調子を聞かれてどうしてそんなことを聞いてくるのかわからない様子だったこの健康法の本部愛知県の一宮から来ました と改めて挨拶すると、ようやく理解してもらえたのか、随分良くなったんですよ。首のあたりの深いシワもほとんどなくなってきましたし、顔にもあまり出なくなってきたんです。と話す。いつ頃からお始めになったんですかと聞くと、一年ぐらい前から、週に一度来るようにしました。と答えるので、私が、その前も来ていたんですか と重ねてとうと、以前に一度胃かいようになったことがあって、その時に何度かお世話になって良くなったことがありまして、その後はしばらく休んでいたのですが、アトピーがひどくなって薬に頼れない状態になってきたので、この温熱法で頑張ってみようと思ったものですから、本当、良かったと思います。こんなに綺麗になれて嬉しいです。前は、 夏でも長袖のシャツを着てなるだけ肌が見られないようにとか一目ばかり気にしていましたが今年の夏は平気で半袖の T シャツが着れるようにまでなったんですと微笑んで話してくれましたこちらも嬉しくなってよかったですねと話しているうちに温熱法を終えた25歳ぐらいの男性が私の横に座ったこの方の場合も アトピーで皮膚がボロボロになってきた一人だった。どこからおいでですかと聞くと、大分からです。と言われるので、びっくりして、そんな遠くから来ているんですかと感心していると、隣のベッドで、まだ温熱法をされている方が、私の仕事先の先輩なんですが、先輩のアトピーがここに通うようになってよくなってきたと聞いて、 私もお世話になるようになったんです。とのこと。支部長さんのお話を聞くと、背中の硬い膨らみがなくなってきたこと、便通が改善されてきたことにより、腰の腫れやくすみが取れてきたことなど、明らかに改善の方向に向かっている様子が確認できる。ご本人も、気持ちがいいから楽ですね。と、笑って開花に行かれました。 タイミングよく続けて、隣で温熱法を実行していた先輩の N さんが、服を着替えて出てきます。ここには、もう長く来られているんですかと聞くと、私は、去年からここに通うようになっているんですが、なんせ大分からですと、距離的に遠いですので、1週間か2週間に1度しか来れないので、もっと詰めてきたいのですが、なかなか忙しくて。 少しは良くなっているのでしょうという問いかけにむちゃくちゃ良くなってますよと返事があったその言葉が少し大阪弁のなまりがあったので大阪にもいたのですかと聞くと去年大分に転勤になる前までは大阪で仕事をしていました大分に来て家内の知人にこの健康法を教えてもらいました 大分に転勤になったことが私の人生で大気な分枯れ目になったんです」とユーモアを交えて話してくれます話を伺うとステロイド薬は30年近くも使っていて皮膚が分厚くなり肌はどす黒く額の骨がボコボコして眉が薄く変形して背中が全体に硬く乳首が真っ黒だったと話されます アトピー性皮膚炎の中でも成人型のアトピーは一般的には根治の方法がないと言われています表面的なえまョ症だけでなく精神的にも大きな負担がのしかかってきて今や社会問題になっているほどですところがここに来るアトピーの人たちはみんなニコニコしています笑って話をされます 健康になるということは楽しいことなんですね。昼食も慌ただしく済ませ、一息つく暇もなく、午後の予約者が詰めかける。がんで手術したが、体調が悪くて相談に来られる方、多発性のがんで、医者に見放され行き場のなくなっていた方、ストレスが、引き金で、自律神経失調症とうつ病に苦しむ働き盛りの男性など、 病名だけ聞くと、あっと驚くような方ばかりです。なのに、皆さん健康指導を受けると、午前中のアトピーの方たちと同、自用に、表情が明るくなって嬉しそうにしています。あら、こんなに血色が良くなっているわ。体が軽くなって気分もすっきり。などなど、急な階段も何のその、なぜか明るく元気な。 病人にししてしまうのです。いつの間にか日もどっぷりとくれてにぎやかな一日が終わりました次の日は日曜日支部長宅からは車で20分ほどのところに支部長夫妻が渾身の願いを込めて作ったという山荘風の多目的迎賓館ちょっと表現がオーバーですみませんがあるその名もホタルグサーン この日は、健康法を実践しておられる方々と一緒に、ここで交流会を開くことになった。旧屋を改造して作った広間は、最高にも工夫が凝らされ、ガラスの透明な瓦を使っているとのこと。明るい木の床張りにテーブルキッチンがおしゃれ。それとは、趣を変えて、和室は、水墨画や焼き物がずらりと並び、 感性な山間の一室に彩りを添えている。ここの自慢は何といっても露天風呂。地下水を汲み上げ、焚き木で炊いたお湯に浸かると気分は最高。疲れもなくなってしまいます。午前10時近くになるとバタバタと玄関がにぎやかになってくる。始めましょうかと支部長さんの声で皆さんの前に行くと昨日、 健康指導を受けに来られていた方たちの顔が見える。とにかく皆さん病人とは思えません。積極的に行動されているのにはびっくりしました。自己紹介の時に体験談を話していただいたのですがこの健康法と出会い人生観が変わったという内容の話が強く印象に残っています。30年来の腰痛が 数回の温熱法で良くなった話家族の仲が良くなった話自分が健康で生活していることに演者も喜んでくれている話などここで詳しく紹介できないのが残念です話を聞いている人たちも自分のことのように一緒になってうなずき笑い話には全員で笑って感動した話になると拍手が舞う 気持ちが一つになるって素晴らしいことですね。時が経つのも忘れさせあっという間に予定の時刻を過ぎてしまいます。午後からは全員露天風呂の体験会です。今回はウィワのイクハをミキサーにかけエキスを出してお風呂に入れるウィワの歯風呂にしてもらいました。ウィワの葉が入っていることによって輸出が皮膚に優しくなり。 酸素の多い体を作ります。45人が一度に入れる広さなのでいくつかのグループに分かれて入ってもらいました同じ風呂に入って自分の体験などを話し合うこれも良い交流になったと思います横を流れる小川のせせらぎを聞きながら木々の緑を楽しむ湯加減はどうですかと声をかけながら滝木をくべてくれます 皆さんもよく温まって爽快な気分」と感想も上々これからもこのような研修会をどんどん開催していきたいと支部長さんも話しておられました自ら進んで実践する喜びを全員で分かち合う健康に感謝して生きておられる姿が美しく映った2日間でした